皆さんこんにちは。ヒマラヤ本館ランニング担当しならです。今回は先日リニューアルオープンしたヒマラヤ本館で行われた他トークイベント、ランニングイベントの様子を紹介したいと思います。前回の動画では他のアドバイザーとして活躍しているプロランニングコーチ金哲彦さんをお招きし、リニューアルしたヒマラヤ本館の新設他コーナーをご紹介いたしました。ぜひそちらの動画もご覧ください。それでは早速イベントの様子をご紹介したいと思います。どうぞ。では本館プレゼンツ金哲彦トークライブ、早速始めていきたいと思います。金哲彦さんです。どうぞ。はい、改めて金哲彦さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お座りいただいた安藤さんともですね、はい、話を伺っていきたいと思います。さて、はい、実際こうヒマラヤはね、一昨日リニューアルオープンしたばかりということで、はい、店内、ね、いくつかご覧になったと思いますけども、どんな印象ですか？いや、ここ日本ですか？規模が違いすぎるというか、はい、他に日本でね、こんなに広いスポーツショップ、ね、見たことないですよね。いや、本当そうですよ、ね、アメリカに来たのかなと勘違いするぐらいです。実際に保護を履く上で、試合でレースで走るっていう上でシリーズとして、あとさ、どのシリーズがおすすめになるんですか？辛さを重視するか、うん、クッション性を重視するか、そこで選んでいただいていいと思います。あ、なるほど、はい、一番その安定感があるっていうのは、まあ、やっぱりこの本来の方が、はい、やっぱりこのクッション性と安定性が一番高いですね。剛性が高い、はい、非常にがっちり、ね、ね、作られてますから、横ブレも、ね、ないです、うん、僕はね、ちなみに、はい、このレースでの大体このぐらいで走ろうかな、4時間かな、5時間かなっていうのと、うん、あとコースの形状と、はい、あと自分の状態、うん、疲労感によって使い分けます。なるほど、はい、実際にレース用、練習用と分けられる方いらっしゃるんですけども、レースでも分けていいということですね。もちろん使い分けはした方がいいと思います。ランニングする上でよく聞かれるのは、どんなフォームがいいのって言われて、なかなか僕適切なアドバイスってこれから走る人に向けて言えないんですけど、どういうふうに答えられてます？まあ、これね、一言では言えないんですけど、うんうん、自分の体を、まあ、二足歩行で立ってる状態ですよね、はいはい、そこから体を前傾して、うん、腕を引きながら前にジャンプを繰り返すのがランニングですよね、はい、ランニングっていう動きを言い換えると、うん、はい、なのでただ走るってことじゃなくて、自分の体をちゃんと使い切る、その要素として姿勢を良くしましょうとか、着地は重心の真下に置きましょうとか、そういうパーツパーツのコツが出てくるんですね、はい、今一言ではないと思いますけど、うん、簡単に言うとこんな感じです。簡単に言うと、 でそれはだから機能を今僕は表現したわけであって、でその機能がうまく働くと、無駄な力は一切使わなくても走れるんですよ、うんうんうん、でそうすると楽に走ってるように見えるし、はい、走ってるフォームが美しいんですね、うん、トップアスリートは特にそうですけど、はい、かっこいいフォームってやっぱ機能が優れているからかっこよく見えるんですよ。なるほど、形だけの真似じゃないんですよ。なるほど、フォームを意識すると、実際に練習でちょっと疲れることありません？うん、なんかね、今言われたようなことをなんとなく皆さん頭の中では分かってるんですけども、こうその際にまた腰が落ちてきているのに気づくんです。だから今日のイベントがあるんですよ。岸本さん自身はランニング歴どれくらいですか？10年ぐらいですね。まあまあ長いですね。例えば大会とかも出られたりするんですか？そうですね、ウルトラとかトレランとか。絶対この方トレードウルトラやるなと、オーラ出まくってます、ウルトラは何キロのウルトラですか？1100。ちなみにタイム聞いていいですか？11時間10分。おー、すごいですね、はい、さて岸本さん、今日はですね、どんな点を金さんに見ていただきたいですか？そういうのに映る自分のランニングフォームが汚くて、全然足が上がってないし、ガニ股だと思うんですよ、ね、そこら辺はちょっと見て。わかりました、はい、見てみましょう、どうぞ。はい、徐々に温めていただきながら見ていきたいと思います。なるほど、なるほど、なるほど、うん、まあこれは怪我しますね。あ、そうなんだ。実際金さんご覧になっていくつかありますね。まず、うん、ランニングフォームってどういうところから出てくるかっていうと、普段の姿勢とか癖がそのままランニングフォームに出ちゃうんですね。岸本さんの場合にはですね、まず立ってる時にこうやって立ってるじゃないですか。いつもこうやって立ってるでしょ、大体。そうすると背中の方がちょっと猫背になりがちで、でもう10年走ってらっしゃって、それなりの走力もあるので、腕は一生懸命振ってるんですけど、もともとこう肩が前付きな感じにこういう癖になってますから、腕を引いた時に肩甲骨があんまり動いてないんですね。今の状態だとこういう風に受けてますから、ここからしか足出ないので膝で受けてます。着地がどうしても膝が痛くなってしまうんですね。
で腕振りの練習します。まず姿勢の作り方、手はねここに仙骨ってあるんですけど、ここに持っていきます。そうすると自然に胸が開きますからね。開いたらこのまま腕振ってみてください。あ、動いてきた、動いてきた、そうそうそう。で、あとね、もう一つ腕振りの勘違いですけど、振るってこう、前後に振り子のように振ってるようですけど、腕振りって厳密に言うと、回転運動するんですね、少し。肘が少しだけこうやって、楕円を描きます。そうすると、連動がもっとやりやすくなる。そう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 。ほら、骨盤動いてきた。本人の意識は、骨盤を動かそうとしなくても、肩甲骨が動くことで骨盤が動き始めます。あ、もう全然違います。多分ご自身の場合すごく反ってるイメージなんでしょうね。でもすごく綺麗なフォームですよ。はい、全く違います、さっきと。ありがとうございました。はい、改めて岸本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お、結構長い。で、どこが歪むかというと、仙腸関節ってところなんですよ。ありがとうございます。ポーズするな、今だ。自分では気づけてなかったことが兄さんに教えていただきまして、これからのランニングに生かそうと思いました。また機会ありましたらよろしくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。今日は非常に基本的なところを分かりやすく教えていただきました。また他のシューズも試し履きさせていただいて、いつも履いているのとは違う新しい感覚を得られたので、今後の購入の参考になったと思います。どうも本日はありがとうございました。今日思い切って、お申し込みしたら抽選に当たりまして、ちょっと驚きながら参加しました。でも走ることが好きという方々と初めてお出会いしても仲良くなれましたので、大変こう楽しい一日になりました。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。金さんによるランニングイベント、トークイベント、僕自身ランニングをよくしているので、次の機会があったら参加してみたいなと思いました。ヒマラヤ本館では今後も参加型のイベントを定期的に行っていきます。ぜひ気になった方はウェブサイトをチェックしてご確認ください。ご来店もお待ちしております。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。それでは最後に、スポーツするならヒマラヤ。スポーツ。